ロニー・ベリアードは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ブロンクス出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1994年の MLB ドラフトで、ミルウォーキーブルワーズから8巡目指名され、契約を結び、プロ入りを果たした。1998年9月12日に、メジャーデビューを果たした。2003年オフにクリーブランド・インディアンスへ移籍。契約した当時、ベリアードは、 インディアンスのトッププロスペクトと言われていた、ブランドン・フィリップスが成長するまでの、つなぎとして考えられていた。2004年はそういった中、フィリップスを押しのけ、じる類種として定着し、名手、オマービスケルと共に二遊間を形成した。2005年も開幕から生二類種としてプレーし、自己ベストとなる17本類打、78打点をマーク。 2006年開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは開幕から生二類種としてプレーしていた。2006年7月30日にエクトルルナとのトレードでセントルイスカージナルスへ移籍した。それまでグルジラネックの穴を埋めてきたアーロン・マイルズに代わり生じる意種として チームのワールドシリーズ優勝に貢献した。オフに FA となった。2007年2月18日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。3月22日にメジャー契約を結び40人枠に登録された。開幕前は故障で昨期全休したクリスチャン・グーズマンが復帰し、それに伴ってフェリペロペスが遊撃から2塁に回ると予想されていた。 そのため、ベリアードは、内野のユーティリティプレイヤーと考えられていた。しかし、蓋を開けてみれば、主に二類種として、内野すべてを守りながら、147試合に出場した。2009年8月30日、ルイスガルシアとのトレードで、ロサンゼルスドジャースへ移籍した。2011年6月14日、現役引退を表明した。小柄でやや、 ズングリ型の体型だが、比較的足が速く、バッティング面では、長打力がある。ポジションは二塁手で、内野すべてをこなすことができる器用な選手である。アメリカ合衆国出身ながら、2006年のワールドベースボールクラシックでは、ドミニカ共和国代表として出場しているが、これはアレックス・ロドリゲスなどと同じく、ドミニカ共和国系アメリカ人だからである。ありがとうございます。